浅野孝弘より皆様方へ再度決意表明を行います。皆様おはようございます。寒いですね。若い女性が寒さをこらえながら立ってくださっている姿が見えております。本当申し訳ありません。多くの皆様にこの場所にお集まりをいただきまして心から感謝を申し上げます。延別町議会の千葉議長、そして私の後援会長である小林和之さん、激励の挨拶をいただきました。それよりも先んじて公務を忙しい中、笹川町長、激励の言葉をいただきましてありがとうございます。またこの会場には町議会副議長の寺崎さんのお姿も、柏谷町議会議員のお姿も見えます。立場ある中で言葉に駆けつけていただいた公職の皆様、そして多くの心ある町民の皆様、あと3分待って、ありがとうございます。あと3分、3分。これからお仕事にまた戻られることだと思います。本当にお忙しい中、役場職員の皆様もありがとうございます。残すところ選挙戦、本日を含めて4日となりました。9日間のうちの今日は6日目です。野球で言えば6回、いよいよ試合も終盤に入ってまいりました。一日一日、1分1秒が勝負です。こうして皆様と貴重なお時間をいただいて、ご挨拶をさせていただけていることに、本当に私は嬉しく思います。私から申し上げたいこと、千葉議長に全て代弁をしていただいた思いです。北海道の、この広い北海道、オホーツク海側、太平洋側、そしてこの日本海側、漁業一つ見ても日本海側はあちら側の5年10年行政の対応が遅れていると言われています。国の対応もそうです。どうの対応もまだまだ足りません。苦労されているのは漁協の職員さんであり、農協の職員さんであり、町長をはじめ役場の職員さん、そしてここに住む皆様お一人お一人が一生懸命頑張ってもらいました。それに応えてこなかったのが同意会議員でありませんか。皆さん、そうだ、今回の選挙は与党か野党か、そんな小さな話をしてちゃダメなんです。どこも所属の何党も誰なる、どこどこの政党の公認、それだけにこだわってたらこの地域は良くなりません。与党も同議会議員でないと仕事ができないと言うんであれば、なぜ延別留萌館内は、ここに住む私たちはなぜこれまでここまで困ってきたんでしょうか。与党であろうが野党であろうが無所得であろうが、働く政治家を選ばないと私たちの暮らしは良くなりません。留萌館内、延別からさらに北に行きます。鉄塩があります。鉄塩から松木まで140キロあります。留萌館内の面積は鳥取県と同じ広さなんです。今回はその選挙区から一人の政治家を選びます。皆さん、これまでと同じ選挙の時だけしか顔を見せない、終わったら知らんぷり、そんな政治家を選んだらこの地域はもっともっとダメになります。広い選挙区を駆け回り、お一人お一人の声に耳を傾けて、それを行政にちゃんと反映していく、とにかく動く政治家をぜひ選んでください。私は働きます、動きます、走り回ります。子育て世代です。頭もあります。一生懸命子供を育てている、お父さんお母さんの気持ちは身をもって私は分かります。酪農家の生まれです。牛と一緒に土にまみれて働く農家さんの気持ち、誰よりも分かります。
みで育ってきています。この町で一生懸命働いている皆様の気持ち誰よりも分かっているつもりです。浅野は頼むぞ。どうかその方を使ってください。働く政治家をぜひ選んでください。これからの選挙戦は私一人の頑張りでは勝ち抜くことはできません。皆さんどうか力を貸してください。先ほど多くの方に明選挙行ってきたよ、もう入れてきたよ、声をかけていただきました。本当にありがとうございます。もう入れてきたよという言葉をかけていただいた奥様、もちろん私に入れていただいた、間違いありませんよね。大丈夫ですね皆さん。期日前投票もう終わったという方いらっしゃいますか。まだの方はここは役場前です。今日この凱旋に座ったらそのまま役場に行って投票してください。あの紙を持ってきてない人は急ぎ家に戻ってまた役場に戻ってきてください。この熱気が冷めないうちにぜひ投票に行ってください。とにかくどれだけ私が声をかざして訴えても皆様が選挙に行っていただかないとどうにもこうにもならないんです。今日が無理なら明日でもいいんです。12日日曜日必ず選挙に行ってください。選挙に行って僕の名前を書いてください。ひらがな3文字朝まで結構です。間違っても別の人の名前を書かないでください。朝のと覚えてください。37歳の若い人間をぜひ選んでください。選んで使ってください。働かせてください。皆様の手足として浅野貴博を使ってください。もし私が働かなければ次の選挙で落としてください。厳しく厳しく私をご指導ください。心からお願い申し上げるとともに今日忙しい中寒い中集まっていただき話を聞いてくださった皆様に最後心から感謝を申し上げまして、私の街頭演説を終わらせていただきます。皆様長時間本当にありがとうございました。どうか風邪をひかぬようにお帰りをください。できることならばこのまま役場で投票してください。朝のと書いてください。心からお願い申し上げます。ありがとうございました。頑張らせろ。頼んだぞ、浅野。ここで皆様方と候補浅野にエールを送りたいと思います。遊説隊が1回見本を行いますので皆さん方もご一緒にお願いします。今こそ戦士、若さで戦士、浅野に戦士、これを戦時の時に指一本立てて3回行いますのでご承諾お願いします。今こそ戦士、若さで戦士、浅野に戦士、今こそ戦士、若さで戦士、浅野に戦士、今こそ戦士、若さで戦士、浅野に戦士、今こそ浅野なんです。以上で北海道銀行は浅野貴博の街頭演説を終了します。お忙しいところお寒い中大勢の方々も本当に誠にありがとうございます。皆様方のご支持ご支援最後の最後まで浅野に賜りますようよろしくお願い申し上げます。皆様方のお力で浅野を勝たせてください。皆様方